こんにちはこの度グロービス MBA キーワード図解基本ビジネス分析ツール50という書籍を出しましたその中からいくつかの代表的な分析ツールをピックアップしてご紹介したいと思います今回は KBF 分析についてご紹介します KBF とは日本語で重要購買決定要因と言い,いますつまり想定する顧客が 何を重視して物を買うかを分析するものです KBF を知るにはまずはターゲット顧客を特定しますその上で KBF を特定するために最もよく用いられている手法はアンケートです例えば想定される KBF を10個ほどピックアップしそれらをどのくらい重視するかを5段階評価してもらい相対的な重要度を数値化したりしますその際 自由記入欄も設けておくことも大事です売り手側が想定していないようなことを顧客は気にしているかもしれないからです例えば買っているところを知人に見られたくないあるいは使用していることを人に知られたくないなどですこれは特に新製品の場合重要となります通常はアンケートで大体の KBF は把握できますが念を入れるのであればさらにユーザーアンケートを行うこともあります 詳細にもよりますが数人程度のモニターを集めてフォーカスグループインタビューを行うとそのの製品をを買う際に何を気に何気しているかかがよくわかります。このようにして調べた KBF を自社と他社商品がそれぞれどの程度満たしているのかという現状と実際の視野とを付き合わせてみるとさまざまな発見をできる可能性があります。 もし自社商品が KBF を十分に満たしているにもかかわらずシェアが低かったとしたらそこにはは何かしらの理由があるはずです例えば商品が欠品することが多く販売機会ロスが生まれているあるいは店頭で目立たない場所に置かれているなどです。なお企業や公共機関といった組織向けの KBF を知るのは少しハードルが上がります。ななぜなら 組織の中に購買に関係するさまざまな立場の人間がおりそれぞれの人々が異なる KBF を持っていることが多いからです例えば一般にユーザーは使いやすさを最重要視するのに対し経営人や購買部門はコストに対する意識が強くなります同じ業界の中ですら企業によって各部門の発言力は異なるものです例えば同じゼネコンでも 清水建設などは本社の意向が強く働きますが鹿島などは現場ごとにかなりの裁量があるなのです特に最も購買に大きな力を持っている人々 DMU ディシジョンメイキングユニットと呼びます彼らの KBF をしっかり理解することが大事ですちなみに図には B2B ではありませんが高額商品ゆえに 一人だけでは決めきれない商材である住宅の例です夫側と妻側では KBF がかなり違うことが見て取れます家庭によって夫の声が大きい場合もあればその逆に妻の声が大きい場合もあるでしょうもちろんほぼ対等なケースも多いはずです不動産業者としてはどちらの声がより大きいかをしっかり見極めた上で物件を紹介する必要があると言えるでしょう なお、KBF は固定的なものではなく、企業側から,からの働きかけによって変更可能な要素であることも忘れてはいけません。例えば、自社の新製品が体に良い要素を含み、かつ、それまでその業界では健康があまり謳われていなかったのであれば、それを全面に押し出したプロモーションを行うことで、人々の潜在的な健康志向を刺激し、 新しい KBF として確立できるかもしれないのです。